中村です。今回なんですけれども、シーズン8最強 SMG ランキング、久々ですね。やっていこうかなと思っています。で、シーズン8って、全体的にね、アサルトライフルの武器が、まあ、ちょっと性能高いかなって感じじゃないですか。なので、シーズン8の競技シーンやランクマッチに関しても、いかにね、この2つの武器、BP50 とオーディンを抑えるかっていうところにかかってるんじゃないかなと思います。そこでね、SMG 勢たちはどうやって SMG で活躍しようか、この AR たちに抗おうかということを考えるわけですよ。という時に、ただ性能がいいというわけではなく、自分のプレイヤースキルに合った SMG を愛用するのが私は重要だと思っています。よければね、今回のサブマシンガンランキングで自分に合った SMG を見つけてみてください。それではまず第10位なんですけれども、ラパですね。個人的にね、使用率も低いし、ちょっと影薄武器かなって感じではあるんですけど、一部の猛者からは、ラパはめっちゃ強いとか、派遣とか、そういう激アツな評価を受けています。長隆史、このね、ラパっていう武器に関しては、今現在ね、自分がこれ背景で使っているレジェンド迷彩がね、唯一のラパのレジェンド迷彩となるんですけど、こいつを持ってないとね、その、ドットサイトですね、ラパの通常アイアンサイトってちょっと見にくくて、このレジェンド迷彩を持っていなければ、絶対にね、まあ絶対っていうかもうその、ほとんどの猛者の人たちがドットサイトをつけていますんで、アタッチメントの自由度っていうのがレジェンド迷彩を持ってないと下がってしまいます。そしてラパのおすすめのカスタムがこんな感じですよと。今回ね、弾薬に拡張マガジンを使っています。以前紹介してたカスタムっていうのは、この AX プライマーショートマガジンをね、採用してたんですけど、これにするとですね、マガジン容量がなんと5発減ってしまって、25発しかないんですよね。それによりですね、そのサーチ限定で強いけど、まあドミ派では使えないんで、今回は、まあ万能型のカスタムですね。ドミネハードポイントでも使える拡張マガジンの方を採用しています。あ、ちなみにこれサーチとかね、あと、チーデスとかだったら、AX プライマーショートマガジンでいいんじゃないかなと思ってます。まあ、使い分けってやつですね。そして第9位なんですけれども、GKS ですね。この武器はね、ラパと同様に、尖った性能はないんですけど、安定した性能を持っています。さらに、通常のアイアンサイトも見やすいんで、別にレジェンド迷彩を持ってなくても、アタッチメントのね、自由度っていうのは高いんじゃないかなと思います。これね、最強武器ランキングですね。他の AR ランキングだったりとかでも紹介しているんですけど、武器ってね、主に2種類あるんですよ。爆発力ですね。尖った性能、一つだけなんか TTK めちゃめちゃ速い、キル速速いけど、相談数少ないよねっていう武器よくあるじゃないですか。で、その武器には当てはまらなくて、GKS って相談数もね、ある程度あるし、ある程度射程も長いし、ある程度安定性も高いし、性能のバランスがいいね、初心者向けの武器になってくるんじゃないかなと思っていますね。なんでね、癖もなくて、幅広い層のプレイヤーに愛される武器なんじゃないかなと思います。そして GKS のカスタムがこんな感じですよと、必須アタッチメントとしては、個人的にはね、このバレルの YKM インテグラルサプレッサーってやつ、デメリット効果がね、その ADS ごと 10% ね、増えてしまうっていうものなんですけど、プラス効果がかなり魅力的です。まあ正直 GKS にインテグラルサプレッサーをつけたら、中距離の問題っていうのは大体解決します。それぐらい強力な中距離アタッチメントです、こいつは。消音サプレッサー効果もつくしね。そして続いて第8位なんですけれども、PP19 ビゾンですね。この武器もね、そこまで尖った性能はないんですよね。確かにね、横移動速度とかっていうのはね、速いんですけど、結局ね、その MG42 とか、MG42 っていうね、強い LMG ですね、が登場する前はそこそこ戦えたんですけど、LMG のブラッドスローって、かなり SMG からすれば鬱陶しいんですよね。なんでかっていうと、ブラッドスローを当てられることによって、横移動ができなくなるからです。足が遅くなってね。それにより、この PP19 ビゾンのアンチ武器のような武器も登場してきました。さらに、最強アサルトライフルにね、BP50 っていう武器がありまして、完全に BP50 の介護官のような SMG となってしまいました。そして PP19 ビゾンのカスタムがこんな感じですよと。個人的にですね、必殺アタッチメントっていうのが、この大口径弾薬 A ってやつですね。これ確かね、前シーズン紹介したと思うんですけど、このアタッチメント確かね、ダメージですねっていうのが強化されてたはず。前シーズンの PP19 ビゾンのこの大口径弾薬の強化が入って必殺アタッチメントになったんじゃないでしょうか。それでは続いてなんですけれども、SMG モサが使っているイメージがあります。PDW ですね。この武器はね、デフォルトで相談数が50発もあり、さらに競技シーンでも使われています。なんか競技シーンだけね、
強い武器だったり、あとランクマッチだけ強い武器だったりっていうのがあるんですけど、この PDW に関しては競技シーンですね、大会とか、あとは高ランク帯のランクマッチとかでも使われる武器になってくるんじゃないかなと思ってます。さらにね、デフォルトのアイアンサイトも見やすいんで、初心者にもおすすめです。そして PDW のカスタムがこんな感じですよと、PDW のね、魅力一つだけありましてですね、それが横移動速度ですね。この横移動速度を早めるために、ライトストックを使って AM 時の移動速度を上げたり、あとはこのバレルにですね、OWC マックスマンっていうのがあるんですけど、これ今まではね、俺 OWC マックスマンつけてたんですよ。ですが、AM 時の移動速度っていうのがね、10% 下がってしまったりだとか、まあそういうことを考えたら、横移動速度ですね、デリリの速度を生かすためにこの拡張マガジンにした方がそのデメリット効果もつかないしね、横移動速度が下がる。なんで俺はこっちを使い始めています。今 PDW を使うときはね、これね、全体的なステータス見てもらったら分かると思うんですけど、 AM 時間とね、あと縦方向反動しか、デメリットがないので、このカスタム非常におすすめです。それでは続いてなんですけれども、これはね、爆発力のある武器ですね。先ほど紹介したビゾンだったり、あとはその PDW って相談数も多いし、みたいな感じの武器だったんですけど、このチャイコムに関しては、ちょっと扱いが難しいかも。ですが、このチャイコムにはね、一つとっておきのね、長所がありまして、それが圧倒的な TTK ですね。今現在 COD モバイルっていうのはキル速のインフレですねっていうのが起きてしまってるんですけど、このチャイコムに関してはワンバーストすれば TTK がなんとね 0.1 とか、もうそんなんじゃないですよ、 0.0 出るんで、ワンバーストすれば、まあ最強武器と言われているオーディンや BP50 にも抗うことができます。なんでこの順位はね、皆さん納得していただけるんじゃないでしょうか。そしてチャイコムのカスタムはこんな感じですよと、今までね、俺アイアンサイトでやってたんですけど、このレッドロッドサイトをつけることによって命中率が心なしかわずかに上がったんじゃないかなと思っています。チャイコムにドットサイトおすすめです。それでは続いてなんですけれども、MX9 です。最近ね、なんでかわかんないんですけど、競技シーンなど、スクリームとかでもよく見るようになりましたね。というのもね、この MX9 という武器は、大口径をつければ、キル速のインフレですね、についていくことができますし、さらに性能の癖もね、そこまでないんですよ。ちょっとここが使いにくいかなっていうところがないし、あとはアイアンサイトも見やすいと。SMG 猛者がね、よく使ってるイメージがあります。そして MX9 のカスタムがこんな感じですよと、一番迷うのがね、この弾薬ですね、大口径にしようか、あと45発のやつですね、これにしようか迷うと思うんですけど、個人的にね、今の環境で MX9 を使うのであれば、この大口径弾薬っていうのを使わないと TTK でね、やはり他の武器に劣ってしまいますんで、ドミネハーポとかでも俺は大口径の方がいいんじゃないかなとは思うんですよね。この体のね、ダメージが上がることによって TTK とかっていうのも安定するんですけど、こっちのね、45発っていうのは、まあ今までの環境だったらよかったんですけど、最近ね、TTK ですね、キル速っていうのが平均的にぐーって上がってきてるんで、それにこうついていくためには、大口径弾薬の方がね、いいんじゃないかなと。やっぱ時計悪いなーっていうのを感じますね、このハイブリッドマガジンの方だったら。それでは続いてなんですけれども、スイッチブレードですね。この武器もね、かなり安定した SMG というイメージなんですけど、この性能の数値では表せない使いやすさがありますね。さらに今シーズンね、機動性にも SMG で一番大事なね、機動性に強化が入ったので、最近の SMG の性能っていうのは、アサルトライフルに比べてちょっと乏しいかなっていうところがあるんですけれども、新たにね、SMG の中でも AR の性能に抗える武器が出てきたんじゃないかなと思います。そしてスイッチブレードのカスタムがこんな感じですよと、今回ね、その高速リロードを採用しているんですけど、どうしても拡張マガジンにしたいっていう人、あ、全然いいと思いますよ。全然こっちのね、拡張マガジンでもいいんじゃないかなと思ってます。というのも、今シーズンね、スイッチブレードって、まあ強化されたじゃないですか。で、これ、高速リロードがね、その強化されたのはもちろんなんですけど、実はね、ほら見てこれ、現バージョンのやつ。実は、デフォルトの移動速度、脱出速度、あと AM 時の移動速度のやつもデフォルトで強化されているんで、別に拡張マガジンでも強化の恩恵っていうのは感じられます。それでは続いてなんですけれども、999です。先ほど紹介したスイッチブレードに強化が入ったというのは皆さんご存知だと思うんですけど、999にも激アツな強化が来たんですよね。それが 10mm マガジンですね。これね、結構もうね、今シーズンの目玉の強化だったんでご存知だと思うんですけど、この 10mm マガジン、手のダメージがアップしたんですよ。この手のダメージがアップしたことによって、なんと手でも3発キルが可能になりましたよと。手の部分でもね。今まではね、その SMG って、その SMG の競技シーンですね。
って、フェネック一強みたいなところがあったんですけど、また新しくね、その競技シーンでも強武器と言われる SMG が出てきたんじゃないかなと。これはね、SMG 勢からしてもかなり嬉しい、強化だと思いますね。そして999のカスタムはこんな感じですよと。個人的にはね、必殺アタッチメントってのは、弾薬の10ミリ30ラウンドリロードですね。拡張マガジンと高速リロード。正直言ってこの2つはもうお役ごめんって感じですね。まあ多分これからですね、競技シーンとかで使われるのであれば、10ミリ30ラウンドリロード。こっちがね、主流になってくるんじゃないかなと思います。それでは続いては CX9 バーストです。これはね、最強武器ランキングの時にも紹介したんですけど、CX9 バースト。反対がね、強いというわけではなく、ロードアウトですね。を駆使して、いろんな様々なアイテムを駆使して、やっと OCX9 バースト強ってなるような感じですね。まあ具体的に言うと、スティムショットとか、あとはそのスカルカーガーホーだとか、というのを使って、やっと強いってなるような武器ですね。まあ、イメージ的には HS のスティムショットガンの SMG バージョンって感じなんじゃないかな。そして CX9 のカスマはこんな感じですよと。今ね、ミシック持ってるんですけど、全然ドットでもいいです。あ、ということは、これ通常のスキンでもこのカスタムおすすめですよって感じですね。まあ別に無理にね、ミシック使わなくてもいいんじゃないかなと思ってる。あと個人的にね、このアサルトパターンっていうトーナメント迷彩とめちゃめちゃ相性いいですね。てか、CX9 のこのミシック迷彩ってほとんどのさ、迷彩とめちゃめちゃ相性良くないですか？このアイスロックとかめっちゃかっこいいよね。あとは絶好の機械とか、あとはこれもいいね。ああ、やっぱ赤似合うよね。そして第1位なんですけれども、フェネックですね。でもね、その個人的にはね、フェネック一強ってわけではないですね。フェネック以外にも全然 CX9 バーストだとか、あとはスイッチブレードだとか、今シーズンはね、999とかも競技シーンで使われ始める、ようになるんじゃないかなと思ってます。しかもね、そのフェネックにはね、一つ弱点があるんですよ。それをね、今自分まあ、レジェンド迷彩だとか。ミシック迷彩を使ってるんですけど、フェネックっていうのはミシック迷彩またはレジェンド迷彩を持っていないと正直で使い物にならないですね。ドットサイトだったらちょっと論外っていうか、競技シーンでね、え、お前フェネックにドットサイトつけてんの、うわー貧乏に出っせーみたいな感じになってしまいますんで、ちょっとね、やっぱね、正直いいよ、正直、俺もドス黒いところあるから、フェネックにドットサイトつけてるやつ見たら、あー可愛いってなっちゃう。そしてフェネックのカスタムがこんな感じですよと。これはね、今までと変わらずって感じかな。